一年ほど前に4人でバスケーユーチューバーを始め、現在登録者1万7000になりました。まだまだ底辺なのは承知ですが、少しずつ本業としての兆しが見えてきて、4人で本気で YouTube で食っていくことを考えています。毎日ト稿はもちろん、四五六時中企画や戦略を練って日々奮闘しています。アバトな質問ですが、何かアドバイスがありましたらお願いします。えっと、バスケでがうまいからということで、再生数伸ばしてるんですかね。 であれば、そのバスケのスーパーショットの動画っていうのをいっぱい作ってください。要はあの、ブザービーターみたいな、その自分のゴールからバーンって投げて、で、相手のゴールに入るみたいなのを、多分300本ぐらい投げれば、1本ぐらい入ると思うんですよ。っていう動画をひたすらいっぱい作って、そのスーパーシュート数、スーパーショット集っていうのを作ると、割と再生されると思うので、あの、それは努力でいくらでも作れると思うので、頑張ってください。吉川さんコメント書き忘れと。